はい、どうも、ライスゲームズのライスです。じゃあやっていきますか。まずは能力値を見よう。はい。レベル38で、素早さが102、特殊が113。やっぱ防御力はね、やっぱ低いんだよな。あと HP な。HP 低いよね。レベル38で、サイホンがレベル25で、75もあるもんな。だからニドキングって HP 高いんだね。24で82もあるの。すっげえ高いじゃん。まあ、そんなことはどうでもよく、前回最後、カツラ戦で、まあ、一応負けたのは負けたんだけど、その、最後ギリギリまでウィンディを追い詰めちゃって、で、残ったポケモンが倒しそうになって、結構やばかったっていうね。で、戻ったらどこまで戻るんだと思ったら、普通にグレンジまで、までしか戻らないというね。でもよかった。倒さんでよかった。ちょっとめんどくせえからな。さあ、まあ、カツラ戦、サクッと倒していきますか。多分このレベルでいけるんじゃない。これで一回負けてしまった。負ける手で、来てないんで、勝つ手で来てるんで、ポケモンを預けてないっす。まあ、勝つ気まんま。一回電磁波しよう。一回電磁波して本気でやる。本気でやろう。いい傷薬。うん、別にいいけど。で、穴を掘って、多分これ半分ぐらい食らうやろ。よし。で、いい傷薬使って、で、ちょっと残るやん。で、最高記念っす。これ死んだ。絶対死んだ。で、もし死ななかった場合でも、麻痺で動けない。よし。動くな。うわ、睨みつける。防御力下がるやん。もう最高記念っす。最高戦。全部吸収当たらんかな。全吸収って全部一発なんだよな。ポニータ。前回ギャロップの時は最高検出で吸収で当たったから一発で倒せたんだからすんごい楽だったもんな。お、倒したじゃんみたいな。うえーい、特殊が使っていい傷薬。いい傷薬、いいね。いい傷薬だ。うん、いい傷薬。いい傷薬だ。最高。で、ギャロップね。ギャロップどうなんだろうな。また踏みつけとかやってくるのかな。まあ、踏みつけやられても別に、こっちに猫なんで。炎の渦とかやってくんないかな。特殊が下がって炎の渦、よし。で、外れると。外れるんやったら何でもいいな。外れるんやったら何でもいいです。よし。いいぞ、猫。で、もうレベル上がるんじゃない？よし。これでギャロップじゃなくて、ウィンディは余裕でしょう。前回負けたけど。レベル47、最後ミス。これ、電磁波やったらいいんかな、一発。いや、でも最後エース2回で死んだら2回トントンって当てたら終わりでいいと思うんだけど、急所。特集が下がって吠える。前回それやってくんないかな。ノーダメージで勝っちゃったよ。ノーダメージ。なんで前回負けたん？意味だから。負けた理由を教えてくださいって感じなんだけど。余裕だね。あ、いいね。この無双ゲームをしてる感じ。よーし。そしたら、夏目線のところに行きますか。まあ、夏目線のところはまだ美味しい水とかあげてないんで、まだサクッといけないんだけど、まあでも近くまでは、玉蒸していって、右のところで美味しい水をあげちゃうか。喉乾いたからああだこうだってさ、警備員の仕事してないよな。なんか、千原ジュニアの、ジュニアじゃない方。兄貴の方が、結構TikTok の、なんか切り抜きかなんかで流れるんだけど、あいつの話結構良かったりするんだよな。警備員が、なんか、僕を入れてくれないんですよ、みたいな話をして、は？お前なんか、お前、よくわからん、お前なんか言えるわけない。いや、僕結構有名人で、みたいな話をしょって、は？警備員はね、人を言えない仕事をしてないんで、とにかく、よくわからんやつが来たら、入れないっていう仕事なんで、それは通るわけじゃない。通れるわけないや、みたいな。で、通りたいのであれば、俺は人を言えない仕事なんで、人を言える仕事の人に一回電話して聞いてみて、でそこでアポ取ってくださいっていうね、話を聞いて、おー、なるほどね、みたいな。そりゃそうだ。警備員は、その変なやつを言えないことが仕事なんで、よくわからん。有名人かもしれんけど、その顔でわかるだろうと思われても、いや、お前変装してるかもしんないし、わかんねえから、まあ、とりあえず言えれないと。誰や、お前、みたいな。っていうことがあって、うわ、すげえ、ほんとに、いえ、話やなぁと思って。いいね、千原ジュニアの兄貴。千原ジュニアの兄貴しか知んねえ。
いいよね、でもああいう話ね、ああいうのねバンバン聞きたいよね。あいつの話結構面白いんだよな。あいつの話面白いというか、あいつがねバカすぎて面白いんだよな。なんかせいやさんってなんかあれですよね、誰も言うことが聞かないなんか動物にも好かれるんですよねみたいな感じの話で、なんか俺そうなんだよ、俺が来たらなんか誰も懐かないはずの あの動物がみたいな、へえよく生きてたな運よく生きてただけなんじゃねえかちょっと思ったりしたけど、でもそういう話聞くと、でもすごい人なんだなと思ったりもしたけどね。さあライバルさんについたぞ。さあ待ってたぜレッド。さあまあ、こんなやつらもしゅんコロッとね倒して夏目さん行きたいね。倒せるよ、ナッシーまだ進化してないよね。ナッシーは最後だよな、最後の最後だよ。はいピジョット来る。ピジョットはまあ、猫で最高記念数はあと2回しかないんで最下光線かな。2回で死ぬなら問題ないの。だ物理技を出すやつは結構怖いんだよな。結局一番怖いのって渡るの、海流の破壊光線とかがめっちゃ食らうからやべえんだよな。めっちゃ食らう、おそらくやけどめっちゃ食らうと思うから、それが一番難題というか、サクッと勝ってほしいな。まあ、ユンゲラなんで勝てるでしょ。努力値与えたユンゲラだったら全然余裕じゃないかなと思うんだけどね。まあ、サクッとね。で、サクッとこの実況終わらして、次難しい実況をね、サクッとやりたいんでね。それはサクッとできないけどね。パート20ぐらい行く予定。勝つまでやるか、俺がもう諦めるかどっちかやけど。諦めるかクリアできるかどっちかやけど、クリアしなくてもいいかな。うん、正直なギリギリのところでクリアできんでもうやめたっつってやめるのもいいけどな。金縛り、うわ穴掘りやめて。最高ゲームズ、最高ゲームズと別にいいわ。フーディンがねちょっとな、はい、やっぱ防御力が低いもの同士やから穴掘りも結構食らうね。まあレベルこっちの方が高いしな。やっぱスペース早いけやっぱ急所当たりやすいね、初代のね。てか最近金銀クリスタルの方の実況全然やってないけたまにはやんないとな。でもねこっちのね初代の方がねなんか再生回数いいような気がするんだよな。はいデンジャー、一回デンジャー、水鉄砲からの一回電磁波をやりーので、最高記念数は治ったから最高記念数これ2回で倒せるかな。よし、泡かわいいな。え、カメックスそんなかわいかったっけ。なんかロケット続きとかさ、ハイドロポンプはまだ怖いんか。そっか、波乗りも秘伝技やけ覚えさせれんのかな。でもなんか吹雪覚えてたけどな、なんか渡るイメージ。吹雪最強の吹雪連打された気がするけどね、ポッポー縛りの時は。よーし、そしたら榊戦かな。よーし、そしたら榊戦いきますか。榊戦も余裕でしょ。最高記念数とかなくなったけど、麻痺、回復の癖やったよね。もう回復の癖使っちゃうめんどくさいから。ギュイン？よし。さあ、行こう。あー、楽なゲームっていいな。いや、本当はキングダムハーツとかね、やっていきたいんだけどな。今、そうよね、あのスーパーマーケットシミュレーターもうあと1回動画出すぐらい以外はもうあとやんないぐらいだし、ポケモン SV はもうちょっと半分諦めてるし、今ゼルダの伝説とあとテリーのワンダーランドか、テリーのワンダーランドもサクッとクリアしようかな。もうめんどくせえからめんどくせえからってか、めんどくせえとかじゃなくて止まるんだよな、どうしても。どうしてもやってる途中にフリーズしてだいぶ戻っちゃうから、あれがイライラしてるから、もうあれを早くパラッと終わらせたいんだよな。結局やんな、もうあの全部のモンスターを集めずにやめちゃうっていう。あれ俺のレトロフリークだけなんかな、あれ
ちょっとなんかどうにかしてほしいよな。あとゲームボーイアドバンスやるときなんかすごい音がグー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 ってなるやつ、あれもどうにかしてほしいんだよな。しょうがないよな。あ、ていうかさ、一つだけ気になんかね、あれなんだよ、知りたいというか、なんかグレーゾーンかどうか知らんけどさ、パソコンでプレステ2をやるエミュレーターとかあるじゃん。ああいうのってそのダウンロードとかしなければパソコンでゲームやっていいのかな。でだあれで倍速とかでプレイしたいんだよな。あれああいうの禁止なんかな。ゲーム自体持ってるから、そのゲームをそのパソコンの中に入れて、でそれでプレイするとかやったら、まあ、合法というか、ね、できるのはそれでね倍速やっていきたいんだよな。本当はそれでやりたい実況とか死ぬほどいっぱいあるんだけど、死ぬほど倍速でやりたいゲームいっぱいあるんだけど、死ぬほどいっぱいあるんだけどできねえんだよな、さすがにな。ちょっとな、本当はグランディア3とか倍速でやっていきたいんだよな。本当はな、やりたいゲームいっぱいあるんだよ、倍速でやりたいゲーム。ただね、プレセツって遅いんだよね。起動も遅いし動きもちょっと遅いから、ロードも長いから、あんまりやりたくねえんだよな。やっぱ時間かかるのはね、あんまり好きじゃないんだよな。死ぬほど時間があるならいいけど、やっぱ1日って短いからな。仕事をね12時間ぐらいやった後のゲームね、時間ねえから。えい榊弱っ。もうこれ終わりやろ。はい、終了。えい、それだけを知りたいんだよな。プレステ2で起動してエミュレーターでやるっていうやつ、昔はね、OK だったんだけど、なんか法律が変わって、ダメになっちゃって、で、それが OK なのか、OK じゃないのか、微妙な線なんだよね。で、それをやってるやつってあんまり見ないからさ、それ無料のゲームやったらいいんだけど、無料のゲームで倍速にするとかって全然いいんだけど、パソコンでやるっていうのは全然いいんだけど、そういうのはね、ちょっとな、倍速でゲームやりたいっす。パンチアウト、ある実況者がパンチアウトやっても、そのパンチアウトね、倍速でやりてんだよな、マジで。すげえ倍速でやりてんだよな、あのゲーム。超倍速でやりて、一応買ったんだけどさ、安かったから、めっちゃ安かったから、1と2の、なんとかセット買っちゃったんだけど、あれ、同速でやったら、ちょっと時間かかるし、厳しいかなと思って、うめ、あれめっちゃやりてんだよな。あれ、超やりてんだけど、時間かかるよね。あれやっちゃったらさ、テリーのワンダーランドと、ちょっとゼロの伝説先クリアしてからやんないとダメだよなと思って。とりあえず安いから、お、安くなってる、とりあえず買っとこうみたいな。とりあえず買っとくの大事よね。とりあえず買っちゃったけどさ、やりてえけどちょっとやれねえんだよな、まだ。だってさ、ペーパーマリオ RPG をさ、たった2日やって、で、2日間ちょっとやる気がないからゲームやらんやっただけで、その4日間ゲームやらんやっただけで、動画のストックがなくなるというね。早っ。なんか死ぬほど動画のストック取った気がするんだけど、なんかいつの間にかなくなってたんだよな。あれ？格闘タイプの動画って結構前に撮ったよな。いつの間にか全部なくなってんだけど、全部なくなってるっていうか全部もう投稿しちゃってるんだけど、と思って。あれ？おかしいな。あれ？その前何やったっけっていう。あれ？キャタピーのやつだっけ？あら、なんか結構だいぶ前な気がするけどな。すげえだいぶ前な気がするんだけど。あ、そう、キャタピーの前にあれか、プリン一匹縛りやったんか。あれも結構前にやったような気がするんだけどなと思って。あれ結構ため取りしたような気がするんだけど、あと残り3日、もう動画ないんですけど、みたいな。動画全然ないっす。ただ、今日今3本目だから、今日3本目です。ため撮り3本目。こんだけ。これ作った後に、すぐね、難しい実況の方ね、もう即やるからね。あの、テリーのワンダーランドをとりあえずクリアした後に。とりあえずユンゲラーのこのやつをチャンピオンロード終わって、で、四天王をぶっ倒して、で、次テリーのワンダーランドで、もうとりあえずサクッとクリアして、でもやめる。ちゃんと、裏面もちゃんと全部やるけど、あの、モンスター全部集めるっていうよくわからんのはしない。さすがにな。さすがに時間かかるし。てか、ゲーム中止まるし。ゲーム中止まるって終わってるよな。よーし、ユンゲラも余裕だな。よーし、いいね。いいぞ、いいぞ。ガンガン今日はポ
ケモンの動画撮るからな。よし、バディヤードも防御力が低いから何ホールでいいかな。で、リフレクターとかされるとめんどくさいんだよな。はい、半分。うわ、半分効かんのか。じゃあ、サイコキネスかな。あ、往復ミントめんどくさいから。あ、間違えた。はい、急所。結果オーライ。したら、モルフォン。モルフォンは毒、虫、サイコキネス一発。はい、終わり。はい、猫ちゃん。やっぱ猫いいね。1日18時間寝るんで。まあ、ケイシーの方だけど。で、フーディンね。フーディンはね、あ、もうフーディン思い出した。サイコウェーブの旅やりたかったんだ。あ、それはあの難しい実況をやってる途中でやるか。ちょっと行き詰まった時に。そうだ、フーディン見て思い出した。サイコキネスの旅やりたかった、サイコウェーブの旅やりたかったんだよ。あ、しかもあれじゃん、今フーディン使ってるじゃん。じゃあこれ倒した後にセーブしよう。セーブしてサイコウェーブもらうじゃん。サイコウェーブの旅を、なんか、榊とか、その、チャンピオンロードとかのあれでやろう。いいね、電車アウト。いいね、思い出してよかったー。フーディン見た瞬間思い出した、マジで。え、なんかこいつ、エスパータイプしか使わないとか、そんなわけないね。じゃあ、特殊下げるよ。うわ、めっちゃ思い出した、よかったー。うわ、自己再生しかしね。倍速だな。これサイコキネシスずっとやれたら特殊下がりまくるから、いつか死ぬ。うわ、こいつマジでサイコキネシスしかやんねえじゃん。え、マジでサイコキネシスしかやんねえの？ずっと痺れて死ね。よし。オッケー。オッケー。で、サイコウェブちょうだい。サイコウェブの旅やろう。忘れとった。てか、メモちょっと探しておこう。いろんな、この縛りをやる。この企画をやるっていう、紙どっかやってるから、ちょっと探そう。サイコウェーブの旅ね。よっしゃ、セーブしとこう。9に1回セーブしとこうか。9に1回セーブして、で、0にもセーブしとこう。よっしゃー。あ、これ穴掘ろう。これ穴掘れるよね。穴掘れるよね。どこでも穴掘れるよね。はいじゃい。どこでも穴掘れるから。よし、じゃあ、榊戦いきますかね。エリカちゃんと倒したよね。よく初代のやつやってるけど、やっぱ金、銀、クリスタルもそろそろやりたいところであるけど、やっぱ今、その考えた企画は、とりあえず全部やりたい。全部やった後に、あ、もうなくなったなってなった時に、金、銀をやりたいね。金、銀、クリスタル。本当は交互にやっていった方がいいんやろうけどね。初代やって、金、銀やって、初代やって、金、銀やって。円ってさ、なんかさ、俺がさ、たまにコメントで来るんだけど、ショートであげた、その、伝説のポケモン3人でクリアするみたいなタイトルかなんか決めて、で、エンテがどうしても見つかるんで、カビゴン使ったような気がするんだけど、え、カビゴンみたいな。エンテがどうしても見つからないんだ、みたいなね。のがあったんやけど、あれ、エンテ、もう一回エンテちゃんと捕まえたいんだけど、エンテ、ライコー、スイ君で、あの、ね、レッド倒したいんだけど、その企画やりたいんだけど、エンテがどうしてもね、捕まらないわけよ。ねえ、あれどうにかしたい方がいいよな、あれな。エンテがどうしても捕まる。バグったのかなっていうぐらい、何時間、倍速で1時間やって1回も出られたもんな。1回出てさえすれば、あれなんだよ、レトロフリークの力使って絶対に捕まえられるんだけど、1回も出られんで終わったもんな。いや、あれ結局2時間ぐらいやったんか。エンテマジで見つかる。2時間ってことは8時間ってことだからね。死ぬほどやった気がする。アニメ見ながら。ドラゴンボール見ながらすげえやった気がするわ。ドラゴンボール見たからな。よくわからんけど。すっげえやったけど全然捕まらったもんな。全然捕まると全然見えんやったもんな。姿さえ見えないエンテ。あれはきつかったわ。まあ、それよりもきついのがキャタピーのレベル上げだったけどね。あれマジできつかった。キャタピーマジきつかった。キャタピーのレベル上げきつかった。だって誰もやってないもんね。俺以外の YouTuber で誰もやってない。それはやるわけないよね。だって、キャタピー一匹だけじゃ絶対に、その、キック光線ゴーストタイプのところは絶対クリアできないから。まあ、それみんなわかってるから、できないならやらないよねっていう話で。けど、俺それ知らずに、突発的に、何しよっかな、何も考えてねえな。とりあえずキャタピーでいっか、弱そうだし、と思ってパッてやったら、まあ、可愛いしね、キャタピーは。
やろうかなって突発的に始めたら、案の定ね、勝てないよって言われて、いや、悪ガキあるから大丈夫だと思う。悪ガキ効かないの？実際やってみて、あ、本当だ。本当だった。あれ、悪ガキ効いたような気がするんだけど、と思って。悪ガキでもダメなんだ。じゃあ終わったな。じゃあギャラ使うか、っつってから。顔についと、なんか上の冠みたいなやつが、まあ似てほしい。まあそいつでいっか、っつってから。そういえば、そのエンテイの映画見たんだけど、エンテイもさ、顔の上にギャラドスとか、キャタピーと同じように、なんか、角があるんだよな。三つの角。まあ、キャタピーは二つだけど、うわ、エンテイもキャタピーじゃんと思って。だけ俺の前に出られたんかな。で、エンテイの、なんか、リザードンがすんごいかっこいいシーンがあるみたいなので、なんのシーンかなみたいな感じで、なんか、俺がね、こうやって実況してて、エンテイのやつじゃないですかって教えてもらったんだけど、で、教えてもらって見たんだけど、つい今日見た。営業中。仕事の営業中見た。1時間半。めっちゃリザードンかっこよかった。もうリザードンかっこいい時にお客さんがいらっしゃいませって来た時もイラってしたもんね。仕事せえっつうね。はい。そんなことよりも、はい。榊戦ね。いや、あれ見てほしいな。エンテイのリザードン。まあ、リザードンちょっと負けちゃうんだけどね。でもめっちゃかっこよかった。うわ、来てってなるよ。40分ぐらいから見てくれたら、49分ぐらいに出てくるんだけど、うわ、来たってなる。うわ、リザードン来た、しかもお前出ると ここで出てくるんかっていうね。めっちゃかっこよかったよ。負けちゃうけど。てか、ポケモンの作画すごいね。映画。さすが映画だね。作画すげえ。作画マジですげえ。びっくりした。結構力入ってるね。いや、力入りすぎじゃね。ドラゴンボールスーパーの、スーパーサイジン3対ビルスのあのところがアニメ版めちゃくそしょぼいところがあるんだけど、あれと比べたらもうポケモンの映画はすごいね。ニュルニュル動くね。びっくりするぐらい。エンテニュルニュル、もうほんと液筒みたいな。なんかちょっと肉球は見えないんだけど、その、手っていうか足がさ、もうほんとふわふわな感じがさ、良くてさ、うわ、触りてーって。うわ、いいな、あのエンテのあの足。触りてプニプニしてーわ。多分肉球ついてるから、プニプニしてね、いいなーと思ってね。あれ良かったよ。やっぱ作画すげえ。やっぱ映画って作画すごいのがいいよね。はい、サイドも余裕。はい、余裕ですね。なんだっけ、さっきあの、劣等生の、アーダコーダー見たんだけど、第2期見たんだけど、第2期、今更第2期を見たんだ。第3期があったんか知らんけど、第2期見て、第2期全然面白くなかったんだけど、絶対面白くなかったんだけど、これ全然面白くない。1期めちゃくちゃ面白くて、第2期絶対面白くなくて、第2期我慢して頑張って見て、全然面白くなかったんだけど、面白くない上に、アニメの、なんか、ニューニュル動くところあるじゃん。こうやってなんか、席を座るシーンやったかな。席の座るシーンがあまりにもガタついて、カクカクカク。アニメのさ、動くところって、まあ、結構枚数使うんやけど、そこのところ枚数使わずに、少量で抑えたんか知らんけど、もう、カクン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 、椅子がね、椅子というか、その人がね、みゆきがね、カク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 、カクカクって、もう、ほんと、このトレーナーみたいに、カク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 って動くの。なんか、そこの秒数5秒ぐらいなんだけど、超短いんだけど、そのカク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 が気になりすぎて、一回巻き戻したもんな、俺。なんか、人間が瞬間移動してるというか、なんか、あれ電波悪いんかなと思って、なんかあったと思って、巻き戻して、カク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 って、見てらんねえと思って。まあ全然戦闘シーンとかじゃなくて何も関係ないところでここいるそしたらと思って、別にそこの作がいらんのじゃねえかってちょっと思ったけど、まあでも欲しかったんだろうな。みゆきが椅子に座るシーン。あ、でも劣等生はちょっと期待しすぎたな。1期が面白すぎたら、
2期が面白くないというか普通ぐらいだったらちょっと批判しちゃうよね。ソードアートオンラインもそんな感じだもんな。1期の最初の12、3話ぐらい、なんか前半部分はめちゃくちゃ面白いけど、もうトップレベル、もうアニメ界でもトップレベルで面白いんだけど、なんか急にあれ、なんか後半ぐらいからなんかゲーム変わるし、なんか急に面白い、いや面白くないわけじゃない、いや普通に見れるし、他のアニメのなんかよくわからんやつに比べたら全然面白いんだけど、一気に比べたらあれなんか、あ、いや、えみたいな、みんな思ったと思うけどね。アニメ好き、あんまりこうめっちゃ好きっていう人じゃない人が初めて見たら、アニメって面白くないかもって思っちゃうぐらい、そのなんやろ、クオリティが急に低くなったよねみたいなのがたまにあるよね。1期は面白いけど2期は思んないみたいな。マジそういうアニメが多くてちょっと嫌なんだよな、アニメって。デスノートとかさ、1期というか第1部と第2部の、第1部エルとの決着めちゃくちゃ面白かったんやけど、第2部みたいな、なんか区切りがすごいついとったのが分かりやすかったんだけど、実際区切ってないんだけど、第2部のところに決着した後のなんか消化戦なのかなと思ったら、まあ、最後ね、まあ、主人公ね、まあ、ああなっちゃうんだけど、全然最後面白くなかったな。最後面白くなさすぎて、早く終わってほしかった。早く最終回見たかった。で、最終回死ぬほど笑って、最終回前と最終回死ぬほど笑って、あー面白かったなー。そういうなんか、話で面白いんじゃなくて、その、アニメとして面白かったけど、まあ、これは良かったなと思って。でもね、そのね、2期の途中ぐらい、マジで面白くなくて、死ぬほど寝た。もうね、何回寝たか。面白い、話長いしさ、面白くねえしさ、あれきつかったな。全部で38話ぐらいあって、30話から36話ぐらいのあのグダグダするところ、もう本当に面白くなかったもん。もう苦痛やったもん。ただただ俺が眠かったっていう眠かったっていうか寝た、何回ね、3回ぐらい寝たかな3日ぐらいかかった、あそこ見るだけで。寝ちゃうから、面白くなくて寝ちゃうから3回寝た。3回も寝る俺で。逆に面白いところはいっぺんに見ちゃって、もう1話から20話ぐらいまで本当にもう風のごとく見たもんね。超面白かったわ。面白くないところの、なんだろうね、面白くないところのあの眠たさ、クソもんねえ時の眠たさひどいよね。もう見たくないもんね、正直。もう総集編でいいからさ、そこだけさ、ペラペラペラってやってくれねえから。それがドラマとか、デスノート自体話めちゃくちゃ面白いから、ドラマとか、アニメの総集編とかあるんだよ。それだけ見たらいい、うん、と思った。でもね、最初ね、エルのね、1話のところはね、全部面白いからね、あれ全部見てほしいんだよな。1話から何話ぐらい、エルとの決着のところまで、計画通りのところまで、あそこまで死ぬほどもらえからな、マジで。もう風のごとく見たよ、マジで。1週間ぐらいそこ見たもんね。で、最後の、2期ぐらいの区切りのところだけはもう本当に時間があったから、本当に死ぬほど時間があった。あれ最後の10話ぐらい。最後の10話めっちゃ時間があったもんな。最後の10話の方が時間があったもん。面白くなさすぎて。何これだったもんね、マジで。何これ、あっ、給食なんて死ぬの、デスノートの話しよって。うわ、もうね、ユンゲラのこの実況なんて超簡単だからとか思って、敵のやつと、え、死んだ、え、 HP 何もあった、結構あったよね、急に死んだ、バカな、え、これ終わったら終わりなんですけど、これ終わったら今回の実況終わりなんですけど、バカな、また倒しちゃうよ、え、また倒しちゃうじゃん、え、しかもこれ終わりたいから、終わった後、あとチャンピオンロードを裏でやるところなんだけど、殻にこもるな、こいつ。え、なんで殻にこもるの、なんで、どうして、なんで、あ、そうそう、噛みつけやっとけよ、殻にこもっときゃよかったのに、
さっきも。え、てか給食だったら死ぬの？え、これ渡るさん勝てる？え、嘘？え、大丈夫かな？渡るさんいけるかな？てか、このライバル戦倒したら、今回終わりなんだって。なんで負けるの？バカ。猫？油断しすぎやろ、猫。何給食食らってんの？バカ。麻痺やってるんだから、給食を食らいにくくなってるような気がするだろ？ロケット好き。まあ、ロケット続きじゃちょっとな。ロケット続きでもよかったよ。ほらね、ロケット続き溜めて麻痺で動けないと最高やったのに。これ謎の草だ。いや、じゃあこれ謎の草がカメクス倒したら、勝ちで。絶対勝ちで。それはもう譲れん。もう絶対無理だけど。100% 無理だけど。100% 無理。あ、じゃあこれ、サイフォンがこのカメクスに勝ったら勝ちでよくない？いいやろ、これは。これは勝ちでよくない？本当に勝っちゃうかも。いや、勝てない。絶対勝てんわ。今のダメージ、よう見た？やばくない？チョンしか食らえたな。サイフォンって攻撃力があんまり高くないんだ。いや、防御力だけか。そしてニドリーナも死んでいくような感じかな。いや、デスノートマジで面白かったな。もう一回記憶なくしてみたいぐらい面白かったな。デュークがね、めっちゃいいキャラなんだよな。あいつがいい。いや、デスノートおすすめ。おすすめっていうか、それは結構有名だから、ドラマにもなって、映画にもなって、で、アニメ総集編にも出て、それは面白いよな。そう、面白くないわけねえよな。あそこまで話題になって、俺が見てないっていうのもね。俺が見てない理由もあるんだよ、もちろん。なんでデスノート見てないか。漫画がその当時めちゃくちゃ大流行で、そのデスノート面白いよって言われたんだけど、デスノート、漫画で見ると話長くて、デスノートはね、漫画というのもね、小説に近いかな。漫画で見るもんじゃない。小説を見ると思って、あの漫画を見る。で、俺小説その時、全然読むの超苦手だったから、まあ見てない、デスノートきつくて見てないんだけど、で、まあ漫画はそれで見れないで、ね、あーってなるやん。そしたら、アニメで見たらいいじゃん、みたいな。で、アニメを1週間で1回見るのってめんどくせえじゃん。で、1週間に1回見て、で、1話さ、見れん時とかあるやん。そのなんか飯食うとか、飯食いに行くとか、そういうなんか用事があるとかで、1話だけ見れんくんとかだったら、もう見たくなくなるじゃん。うわ、前回のどういう話やったんやろとか、めっちゃいいとこやったんじゃないのみたいな感じになったりしたら嫌だったから、アニメでは見れないよね。で、サブスクはあるかって言ったらなかったし。で、そしたら、ツタヤとかで借りればいいじゃんって思うじゃん。別に、そんな別に別のと、見たいという気持ちが全くなくて、まあ見てないわけよ。で、なんか、YouTube でパッて、なんかね、なんかショート動画とか、なんか TikTok で流れた時に、あ、そういえば俺デスノート見てねえわと思って、なんかネタバレされそうになったから、あ、そうだそうだ、俺デスノート見てねえわと思って、急いでこう、なんか、Amazon プライムでパッて調べたら、お、デスノート見れるじゃんと思って、デスノート見た。たらもうめちゃくちゃ面白かったっていうね。ぜひね、デスノートね、おすすめ。この、ユンゲラーの、この猫っていう名前にしたけど、本当はね、ライトっていうね、名前にね、しようと思ったんだけど、完全に忘れてた。いや、デスノートマジで面白かった。マジで、本当に面白かったよ。もう久々、やっぱ面白いね。アニメを見ると、またね、アニメ見たくなるんだよな。マジで、なんか、次、面白いアニメ。次、面白いアニメ。ドラマでもいいけど。アンフェアやったっけ、アンフェア見らなきゃ、なんか、アルバイトの女の子がめっちゃ面白いですよ、私も 6週ぐらいしました、毎回寝てます、とか言うとき、あ、そんなに面白いなら見るかと思って、まあ、全然見てないんだけど、見る気全然ないんだけど、先にね、エンテ見ちゃったから、それを見る前に先にエンテ見ちゃったから、いや、その前に教えてもらったから、デスノート見る前に教えてもらったから、それを見る前にデスノート見て、デスノート面白いな、つってから、でその前はあれだもんな、今あるよアニメ見ようもんな、鬼滅やったり、無職転生だったり、このすばだったり、ヒーローアカデミアだったり、ワンピースだったりを見てる最近はね。いや、今年のねアニメめっちゃいいのばっかりなんだよな。
マジでめっちゃいいのばっかり。みんなも見た方がいい。今年のアニメはいいぞ。今年のアニメはええぞ。今年のアニメはいいけど、このフーディン勝てえな。よし、じゃあ HP マックスでか、カメックスやけ。まあ、どうなるかな。てか、ぶっちゃけさ、ここまで、ショート動画にできんな。マジで。一つもショート動画にできんな。いいとこなし。でも、ショート動画もちょっと少なくなってんだよな。ちょこっとね、ちょこっとだけだけど。まだ全然あるけど。あと30もないか、あと20ぐらいかな。さっき電磁波かな。だこれ、噛みつくでまた給食だったら死ぬと思うんだよな。一回いい傷薬しとく。これ、ゆいちょかな。噛みつく。どんなもん。あ、じゃあ3分の1食らっとったんかな、もしかして。さっき死んだとき。ちょっとレベルが、いや、でも、多分ちょっと食らっとったんやろな。変なデスノートの話しよったら、油断したら死んじゃったもん。死んじゃったもんね。さあ、カメックス、どう？特殊下がって、噛みつく。これ給食だったら死んじゃう？よし、大丈夫。じゃあ、これ回復の薬、回復の薬、すごい傷薬でいいか。すごい傷薬使っとって、よし。よし、動かない。じゃあ最高、再起光線。うわー、これもしかしたら特殊下がっとけしなー。よし、急所関係なかった。よし、やっと終わる。やっと終わった。そしたら、まあ、今回ここまでにして、次回はチャンピオンロードはもうパーっていって、四天王行きます。いや楽しいね、ユンゲラやっぱ強いポケモンってマジで楽しいわ。マジ楽しい、余裕だもん。野口見る、この強さ130、140、強っ。もうキャタピー抜いたんじゃないか。レベル99、レベル100のキャタピーの能力値抜いたんじゃないか。もしかしてもうすでに。いや、フーディン楽でいいな。フーディン超楽でいいな。っていうかさ、ちょっと思ったんだけど、一つ思ったこと言っていい？ポケモンじゃないんだけど、ペーパーマリオ RPG さ、配信、動画じゃなくてさ、あ、配信じゃなくて動画で出す。動画でやる？動画でやってもいいような気がする。配信誰も来ないんで。配信はやっぱポケモンのがいいな。ああだこうだ言いながら、これどうする？どうする？どうする？めっちゃ難しいさ、縛りプレイした時に一回一回止まって、うわ、これどうする？これみんなどうする？みたいな方のが面白いよな。配信やるのはやっぱポケモンだけの方がいいよな。でもな、気楽にやりてんだよな、ペーパーマリオ RPG。本当に。気楽にやりたいから配信やったからね。で、そこで再生回数、まあ、取れたらラッキーぐらいの勢いで配信したからな、前回は。さ、とりあえず、今回はここまでにして、次回は四天王編をやっていこうかなと思います。まあ、多分、レベル何番だっけ？レベル 48？ レベル48あったら余裕だと思うんだよね。まあ、今後もね、サクッとクリアして、難しい実況やっていこう。